木島さん誕生日おめでとうございます。改めて。あ、出てー。わー。わ、それは何ですか。ちょっと開けてもらっていいですか。はい。ありがとうございます。重い。プレゼントだ。失礼します。失礼します。うわ、嬉しい。さっき木島さん、僕は木島さんに謝んなきゃいけないことあるってリハ中に言ったじゃないですか。はい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 、謝んなきゃいけないことあるんですよ。謝んなきゃ、すいません、謝んなきゃ。僕誕生日プレゼント買ったんです。木島さんこういうの今欲しいんじゃないかなと思って、はい、買ってきたんですけど、え、木島さんが、はあ、リハでね、はあ、今ないけどおもむろにこうマッサージガンを取り出してい や, いやこれ欲しくて買ったんだよって言ってた。マッサージガンさ、うわ、そうでしょ、誕生日プレゼントにさ、あーマジかマジか、ごめん今一瞬で汗ブワーって書いてる今、ごめんごめん、いやーやったなこれって思って、ごめん、かぶった、ちょっとも、え、ちょっと隣の部屋から取ってくるよ、ちょっと待って、誕生日プレゼントですね、僕かぶらしてしまいました。木島さんが自分で買ったマッサージガン、いやー物は違うんですけどね、すいませんね、ええ、いや今日声使うと思ってね声使うと思ってね、この辺やるといいんだよっつってさ持ってきちゃったよこれ何の拍手だこれ。ちょっとね、すいません、完全に荷物になってしまうんですけれども、はい、いや、ありがとうございます、はい、これはじゃあこれ常にカバンに入れてます。サブ機、バンドのギタリストがアンプとかギター何個か持ち歩いてみてみたいな感じでちょっとツアーなどに帯同してもらって、なんなら両方で行く、両方いやー、いやー、かぶったわ、いや、天才なんじゃないのね、マジか、伊藤くん天才でしょ。いやだから本当に、だからさっき木島さんがやってる時に、マジかって思いました。あとでサインもらうわ。サインマッサージガンにサインもらうわ。誰のサインですかって聞かれた時困るでしょ。いや迷ったんですよ、うん、マッサージガンと、うん、それのなんか足盤みたいなやつ、足盤みたいなやつ、ちょっとコンパクトな、あ、足盤、足マッサージ、足盤の方がいいそんなことない、足マッサージにすればよかった。30分前から俺心崩れ落ちてますもん。